どうも、キンキンと申します。フアン・ソトがね、パドレスにね、この前のトレードデッドラインでトレードされたじゃないですか。で、ソトが抜けてね、ナショナルズって今どんな感じの打線組んどんだろうと思って、この前スポナビを見てたんですよ。で、見てたらルーク・ボイトがね、パドレスからナショナルズに移籍したじゃないですか。まあボイトはね、来たんで、それはボイトは使おうなみたいな。で、見てたら3番がボイトで、はいはい、で4番がメネセス、メネセス、メネセス、メネセスってあのオリックスにおったってなって、で見たらマジでオリックスにおったメネセスだって。で、オリックスにおったメネセスが今ナショナルズで4番を張っとるという。8月の、ね、2日にねメジャーデビューしたばっかりだったということで、しかもこれ30歳にして初のメジャー昇格ということでね、大変めでたいことになっておりまして、でこれがめちゃくちゃ打ってるということでね、今日はメネセスについて、ね、ちょっと喋っていこうかなと思います。はい、このメネセスね、上位メネセスで今年で30歳の選手ですね。ファーストもしくは DH でね出場、まあメジャーではなんかレフトとか守ってるみたいですが、まあ主にファーストがメインポジションの選手です。で、今年の8月2日にメジャーデビュー、ここまで7試合出場で打率がなんと3割4分8厘、そしてホームラン4本、打点6、 OBS が 1.270 というね、化け物じみた成績。まあ少ないんでね、打席数が、まあ、こればっかりはまあ無理やりポジになりますが、いやでもオリックス時代もね、こんな成績残してくれることなかったんでね、これぞオリックスファンが求めていたメネセスという成績をまさかメジャーで残すとはという感じですね。まあまだ全然打席数が少ないんであれですが、ちなみにこれをシーズン換算の成績にすると、なんと打率は3割4分8厘、ホームラン92、打点138ペースというね、ボンズもびっくりのね、ホームランのペースになっております。はい、だからシーズン92発ペース男というね、呼び方をさせていただいても、まあ間違いではないんでね、まあこっからメネセスがこのペースをもし維持できれば、92本ホームランをシーズン換算で打てるということになるのでね、まあ間違いなく MVP を獲得するでしょう、そんなことがあれば。今大谷とジャッジで MVP 争いしてますがね、そこに食い込んでくるダークホースはね、僕はメネセスだと思っております。いや、これはとんでもないバッターにメネセスいつの間にかなっていました。さあ、そんなホームラン92発ペース男のメネセス、指標もえらいことになっております。まあまだね、打席数がめちゃくちゃ少ないんで、まあ参考程度にしかなりませんが、まあまあこじらしてください。まずですね、バレルパーセントがですね 21.1% になっております。これバレルというのはですね、いい角度で速い打球のことバレルと言います。このバレルというのはね、ほんと理想的な打球とされているのでね、このバレルの打球を放てば長打になる確率が高まるということでね、このバレルというのはね、高ければ高いほどいいということになっております。フェアゾーンに飛んだ打球が、バレル、いい角度で速い打球になっている確率が 21.1% という数字になっております。まあだから打率が低くても、このバレルのパーセンテージが高ければ、まあ内容はいいけどちょっと運に恵まれてないな、あ、いい当たりを打ててるから、そのうちまあ成績もついてくるんじゃねえか、打率も今低いけど上がってくるんじゃねえかみたいなね、使い方ができる指標です。で、ちなみにこのバレル 21.1% メネセス今シーズンここまで記録しておりますが、この 21.1% という記録は、トラウト、スタントンと同じ数値です。はい、メネセスはトラウトです。で、さらにこのハードヒットパーセンテージというのがありますね。で、これハードヒットというのがですね、強い打球、95マイル以上の打球のことをハードヒットと言いまして、まあ、95マイルだいたい152キロですね。打球がフェアゾーンに飛んだとき、それがハードヒットである、95マイル以上の打球である時の確率を示した指標になります。さっきのバレルはね、角度も考慮した指標なんですが、このハードヒットは、まあ、角度とか考慮してないんでね、まあ、ゴロでも95マイルとか、そういうパターンがあるんで、まあ、そこで積み上げをしてるという感じでしょうか。で、今シーズンのメネセスのハードヒットパーセンテージは 42.1% と、フェアゾーンに飛べば 42% の確率で、ハードヒット95マイル以上の打球をかっ飛ばしていると。やっぱり内容が力強いね、バッティングが魅力のバッターということがよくわかりますよね、これで。で、これは今シーズンの大谷のハードヒットパーセントが 48% なので、まあ、6% の差がありますが、ほぼほぼ大谷のようなね、打球の速度をハードヒットとかっ飛ばしているとい
ということになりますので、メネセスは大谷です。はい、そしてこのメネセス、まだまだいいとこあります。はい、まずはストレート丸です。パワープロでいうとめちゃくちゃストレートに強いです。対ストレート打率が7割1分4厘、4本打ってるホームランのうち3本がストレートホームランにしているということでね、メジャーリーガーの速球に振り曲げていないということがこれ分かりますね。まあだから筒香とかはね、ほんと日本自体から速球がちょっとあんまり打てないからメジャー行ってもどうなんだみたいなのが言われてて、結果ね、今年ちょっと残念な結果になってしまいましたが、まあ、メネセスはまあ今のところまあそういった不安要素ないということでね、まあこれも打席数少ないんでまあね、なんとも言えんところもありますが、そしてさらに対左ピッチャーに強いと、対左投手もある、対左打率ここまで5割 OPS がなんと 2.125 というね、凄まじい成績を残しております。またもうメネセス自体がもう多分ね、左投手に強いんですよ。これマイナーの時からずっと左投手に強いみたいで、マイナーの時もね、対左の OPS が9割ぐらいで、対右になるとまあ7割ちょいぐらいみたいな感じだったんで、まあ左に強いんで、まあもしこっから調子を落としても対左投手相手の起用というところでメジャーに残れるんじゃないかなとは思うんですけどもね。まあだからいわゆるプラトン起用というやつにそのうちなってくるのかもしれません。はい、ではここからはね、メネセスのオリックス時代から振り返っていきましょう。メネセス先生、2019年に来日して、年俸1億1000万円というね、まあまあな金額でオリックスと契約しました。まあ前年ね、AAA で結構3割20本ぐらい結構打ってたので、まあまあこんぐらいにはなってしまうかなと思うんですけども、まあチームはね、2018年4位に終わり、さらにチームの OPS がね、6割7分3厘でリーグワーストと、明らかに打線にね、問題があるというチームだったので、その打線のね、改善を目指して獲得したのがこのメネセスでした。で、守備位置はファーストということでね、主に。まあね、この時のオリックスのファーストがね、あのホームベースを踏み忘れるような人だったので、まあそこのね、穴埋めの部分もあったでしょう。まあそんな打線の改善を目指して獲得したこのメネセス、どんな成績だったかというと、打率2割6厘、ホームラン4本、打点14、OPS6 割5分1厘というね、ちょっとこれは期待外れなね、成績に終わってしまいまして、しかもこれでポジションがファーストとか指名打者ですからね、これはちょっと厳しいぞとメネセス。で、しかも5月の5日、シーズンも序盤にね、5月5日に怪我をしてしまいまして、それ抹消されたのを最後に、一軍出場はなしと、その年俸に見合った活躍は全くできなかったというね、ちょっと残念な外国人選手になってしまいましたね。で、まあこれだけで終われば普通のね、外れ外国人で終わるんですけども、なんとですね、普通にドーピングをしていたことが発覚しまして、怪我で二軍に落ちてからのリハビリ中に、報じられました。筋肉増強剤的な何かしらのね、要素が体内にあったらしくてですね、もうオリックスはバレた発覚した日に即契約解除、クビにしました。まあ本人はね、マイナーリーグでプレーした時からこの陽性が出ることはなかった、本当に結果にショックを受けている、申し訳ないと、申し訳なさそうにしてましたね。これでですね、ちょっとメネセスはいなくなり、でロメロ、マレーロも調子が全然上がってこないということでね、オリックスは急遽中日からモヤをね、トレードで獲得しました。お、オリックスフロント結構やる気あるやん、やる気マックスオリックスでええやんって思ってたんですけどもね、まあチームは普通に最下位で、得点もリーグ最下位になりました。そんなメネセス、オリックスをクビになった後はですね、レッドソックス傘下のマイナーでプレーを続けていました。結構打ってて、まあちゃんと結果も残していました。で、その結果、東京オリンピックがね、2020年ありまして、その野球の競技でメキシコ代表に選ばれました。で、まあメキシコは残念ながら予選ラウンドで敗退となりましたが、しかし打率5割、ホームラン1本、打点4の活躍を見せたメネセス。なんなら日本戦でね、西武の平からね、ホームランを放つなどね、結構、覚えてる人結構いると思いますよ、これ。で、メキシコ代表ですね、このメネセス以外にも、エイドリアン・ゴンゼルスとかね、バリバリメジャーリーガーの、その時はもう、メジャーにおらんかったかもしれませんが、あと元カープのペーニャとかね、オリックスのペーニャじゃなくて、で、元阪神のナバーロ、あの銃弾持って逮捕された方じゃなくて、阪神の方のナバーロですね。だから割とね、国際大会見てると、元 NPB スケットとかね、知ってるメジャーリーガーとか出てるパターンが多いんで、結構見てて楽しいですよね。そしてオリンピックの後はね、2022年からナショナルズの傘下のね、マイナーに移りました。で、今年2022年ね、AAA での成績が、打率2割8分6厘、ホームラン20本、打点64、OPS8割3分というね、
しっかり結果を残していました。そして地道に結果を残し続けたその甲斐あって、今年30歳になる明生、ついに初めてメジャー昇格、メジャーデビューを今年果たしたという今のナショナルズメネセスですね。はい、今回はね、そんなメネセスをご紹介してきました。やっぱりね、日本 NPB にいた外国人がね、メジャーで活躍するのって嬉しいじゃないですか。昔で言うとカープによったルイスとかね、日ハムのマーティンとか、 DeNA によったパットもなんかまあまあ頑張ってるらしい。チラチラね、中継とかでも見かけるんで、なんか懐かしさと頑張れって気持ちと愛しさと切なさと心強さがね、相まってこうええやんってなりますよね。まあ、ナショナルズはね、ナショナルリーグで大谷とか、ね、マエケンがおるアメリカンリーグとはちょっとリーグが違うんで、なかなかないかもしれませんが、そのうち日本人大谷マエケンあたりとのね、対決もぜひ見てみたいですね。まあ、だからそれまで日本人と対決するまでちゃんと成績をね、維持できるかっていうのがね、肝ですが、まあ今回紹介したデータは全部打席数がめちゃくちゃ少ないので、あんまりね、まだ当てにするような時期じゃないんですが、まあちょっとおメネセス打っとるやんということでちょっと紹介したかったんで、ちょっと動画にしてみました。まあドーピングはね、まあなかったことというか、事故であったと思いたいですね。まあドーピングはね、タティスもやっとったからね、まあええか。いや、よくないわ。まあドーピングはなしでお願いします。まあ、あと BBO のサインカードがね、2000円ぐらいで、あのヤフオクで落札実績がありましたので、今だったらそれぐらいで買えますのでね、ぜひ興味がある方はね、メネセスのサインカードを2000円ほどで、お買い上げいただいてはいかがでしょうか。はい、まあ、こんな感じでね、野球の動画とかね、あと野球カードの開封動画、ゲーム実況とかいろいろやっておりますのでね、メネセスがね、シーズン92発打つと思った方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではどうもありがとうございました。